皆さんこんにちは、黒猫のミアです。白猫のマオだよ。野良猫勉強会へようこそ。今回の動画は中学受験の社会の一問一答になります。地理、歴史、公民に関する問題をクイズ形式で読み上げます。画面を見ながら一緒に考えてもいいし、ラジオ感覚で聞き流して覚えることもできるよ。それでは早速始めましょう。日本の国土。第1問、日本の西に位置する大陸を何と言いますか？答えはユーラシア大陸です。第2問、日本の国土面積は約何平方キロメートルですか？答えは約38万平方キロメートルです。第3問、日本の国土の東の端の島を何と言いますか？答えは南鳥島です。第4問、現在ロシアと領土問題になっている地域をまとめて何と言いますか？答えは北方領土です。第5問、尖閣諸島が所属する都道府県はどこですか？答えは沖縄県です。第6問、日本列島は太平洋を取り巻くように連なる何という造山帯の一部にあたりますか？答えは環太平洋造山帯です。第7問、日本アルプスのうち北アルプス山脈を何と言いますか？答えは飛騨山脈です。第8問、秋田県と青森県の県境に広がる世界自然遺産に登録された山地を何と言いますか？答えは白神山地です。第9問、北海道最高峰の火山を何と言いますか？答えは大雪山です。第10問、山麓の嬬恋村で抑制栽培が盛んな火山を何と言いますか？答えは浅間山です。第11問、世界最大のカルデラを持つ九州にある火山を何と言いますか？答えは阿蘇山です。第12問、川が山地から平地に出るところに土砂が積もってできた地形を何と言いますか？答えは扇状地です。第13問、川が運んできた土砂が河口付近に積もってできた地形を何と言いますか？答えは三角州です。第14問、北海道の東部に広がる酪農が盛んな台地を何と言いますか？答えは根線台地です。第15問、海岸線が複雑な海岸を何と言いますか？答えはリアス海岸です。第16問、砂浜海岸で有名な九十九里浜がある都道府県はどこですか？答えは千葉県です。第17問、山形県を流れる日本三大急流を何と言いますか？答えは最上川です。第18問、日本で最も長い川を何と言いますか？答えは信濃川です。第19問、日本で最も流域面積が広い川を何と言いますか？
答えは利根川です。第20問、面積が日本最大の湖を何と言いますか。答えは琵琶湖です。第21問、日本の大部分が属している気候帯を何と言いますか。答えは温帯です。第22問、日本の夏の季節風の向きは何ですか。答えは南東です。第23問、夏と冬、昼と夜の気温差が大きくなる気候区はどこですか。答えは中央高地の気候です。第24問、瀬戸内海沿岸などで水不足が原因で起こる自然災害を何と言いますか。答えは干害です。第25問、地形図を発行している国の役所はどこですか。答えは国土地理院です。第26問、等高線の間隔が狭いところは傾斜がどのようになっていますか。答えは傾斜が急になっているです。第27問、下の地図記号は何を表していますか。答えは田です。第28問、下の地図記号は何を表していますか。答えは消防署です。第29問、下の地図記号は何を表していますか。答えは寺院です。第30問、下の地図記号は何を表していますか。答えは市役所です。西日本と農林水産業。第1問、三大干拓地の一つである岡山県にある湾を何と言いますか。答えは小島湾です。第2問、愛知用水の水源となっている川を何と言いますか。答えは木曽川です。第3問、矢作川から岡崎平野に水を引く用水を何と言いますか。答えは明治用水です。第4問、香川用水の水源となっている川を何と言いますか。答えは吉野川です。第5問、百度により北海道の稲作の中心となった平野はどこですか。答えは石狩平野です。第6問、農作物をより良い品質に変えていくことを何と言いますか。答えは品種改良です。第7問、米の生産高が全国の約4分の1を占める地方はどこですか。答えは東北地方です。第8問、連作障害を防ぐため数種類の作物を順に違う畑で栽培することを何と言いますか。答えは輪作です。第9問、日本人が1年間に食べる量を国内生産でどれだけ賄えるかを表したものを何と言いますか。答えは食料自給率です。第10問、1994年の4月に輸入自由化された2つの農産物は何と何ですか。答えは
牛肉とオレンジです。第11問、稲作が盛んな山形県の平野はどこですか？答えは庄内平野です。第12問、田起こしや白かきに使われる機械を何と言いますか？答えはトラクターです。第13問、農薬や化学肥料をあまり使用しない栽培方法を何と言いますか？答えは有機農業または有機栽培です。第14問、小麦や大豆の生産量の最も多い都道府県はどこですか？答えは北海道です。第15問、茶の生産量の最も多い都道府県はどこですか？答えは静岡県です。第16問、いぐさの生産量の最も多い都道府県はどこですか？答えは熊本県です。第17問、新鮮な野菜を消費地に運びやすい利点を生かし大都市の周辺で発達した農業を何と言いますか？答えは近郊農業です。第18問、冬でも暖かい気候を利用し出荷時期を早める栽培方法を何と言いますか？答えは促成栽培です。第19問、みかんの生産量の最も多い都道府県はどこですか？答えは和歌山県です。第20問、ぶどうと桃の生産量の最も多い都道府県はどこですか？答えは山梨県です。第21問、黄桃の生産量の最も多い都道府県はどこですか？答えは山形県です。第22問、暖流と寒流のぶつかるところを何と言いますか？答えは潮目です。第23問、日本の漁業の中心で10トン以上の船で数日間行われる漁業を何と言いますか？答えは沖合漁業です。第24問、世界各国が設定している経済水域は何海里ですか？答えは200海里です。第25問、卵を人工的に稚魚に返して放流し成長した魚を取る漁業を何と言いますか？答えは栽培漁業です。第26問、かつては米の二期作が行われていたが現在はナスとピーマンの栽培が盛んな平野がある都道府県はどこですか？答えは高知県です。第27問、長い間日本の都が置かれていたので西陣織、友禅染、清水焼などの伝統工業が盛んな都道府県はどこですか？答えは京都府です。第28問、日本の標準時四五線が通っており1995年の大地震で大きな被害を受けた都道府県はどこですか？答えは兵庫県です。第29問、日本梨の生産が盛んで砂丘ではスプリンクラーを利用してラッキョウなどを栽培している都道府県はどこですか？答えは鳥取県です。第30問、
出雲大社がある出雲平野では稲作が盛んで、宍道湖でのしじみ漁が全国的に有名な都道府県はどこですか？答えは島根県です。第31問、ピーマンの生産量が全国有数で、肉牛、豚、肉用若鶏の飼育も盛んな都道府県はどこですか？答えは宮崎県です。第32問、有田や伊万里で焼き物の生産が盛んな都道府県はどこですか？答えは佐賀県です。第33問、カルスト地形で知られる秋吉台があり、セメント工業が盛んな宇部市がある都道府県はどこですか？答えは山口県です。第34問、さつまいもの栽培が盛んで世界遺産に登録されている屋久島がある都道府県はどこですか？答えは鹿児島県です。第35問、江戸時代には経済の中心地として栄え、天下の台所と呼ばれた都道府県はどこですか？答えは大阪府です。東日本と工業、人口。第1問、毛織物の生産が盛んな愛知県の都市はどこですか？答えは一宮市です。第2問、鉄鋼の原料のうち日本国内で 100% 自給できるものを何と言いますか？答えは石灰石です。第3問、自動車の車体の部品を溶かしてくっつけ車体の形を作ることを何と言いますか？答えは溶接です。第4問、溶接などの危険な作業で使用されるコンピューターの指示で動く機械を何と言いますか？答えは産業用ロボットです。第5問、自動車の組み立て工場に部品を納める工場を何と言いますか？答えは関連工場です。第6問、自動車生産高が世界1位の国はどこですか？答えは中国です。第7問、1980年代にアメリカとの間で起こった貿易上の問題を何と言いますか？答えは貿易摩擦です。第8問、周辺の都市で精密機械工業が盛んな長野県の湖はどこですか？答えは諏訪湖です。第9問、原油を運ぶ船を何と言いますか？答えはタンカーです。第10問、石油関連の工場がパイプで結ばれている仕組みを何と言いますか？答えは石油コンビナートまたは石油化学コンビナートです。第11問、原料を輸入し製品に加工した後に輸出する貿易を何と言いますか？答えは加工貿易です。第12問、工業製品出荷額が第1位の工業地帯はどこですか？答えは中京工業地帯です。第13問、石川県で生産が盛んな漆器を何と言いますか？答えは輪島塗です。第14問、
岡山県で生産が盛んな陶磁器を何と言いますか？答えは備前焼です。第15問、盛岡市で生産が盛んな伝統工芸品を何と言いますか？答えは南部鉄器です。第16問、痛い痛い病の原因物質を何と言いますか？答えはカドミウムです。第17問、九州で起きた水俣病の原因物質を何と言いますか？答えは有機水銀またはメチル水銀です。第18問、流域で第2水俣病が発生した川はどこですか？答えは阿賀野川です。第19問、1967年に国が公害に対処するために作った法律を何と言いますか？答えは公害対策基本法です。第20問、日本で人口が2番目に多い都道府県はどこですか？答えは神奈川県です。第21問、日本で最も人口の少ない都道府県はどこですか？答えは鳥取県です。第22問、都市部に人口が集中することを何と言いますか？答えは過密です。第23問、農村部で人口が減少し働き手の減少などで社会生活が維持できなくなることを何と言いますか？答えは過疎です。第24問、エアコンの排熱などが原因となり都市部で気温が上昇することを何と言いますか？答えはヒートアイランド現象です。第25問、出生率が低下し平均寿命が伸びたことにより子どもの数が減り高齢者が増加している現代の日本の社会を何と言いますか？答えは少子高齢社会です。第26問、津軽平野ではリンゴの栽培が盛んでねぶた祭りが有名な都道府県はどこですか？答えは青森県です。第27問、能登半島を含み伝統工業が盛んで九谷焼や輪島塗りなどが有名な都道府県はどこですか？答えは石川県です。第28問、ぶどう、桃の栽培が盛んで共に全国有数の生産量を誇る都道府県はどこですか？答えは山梨県です。第29問、牧之原台地で茶の生産が盛んで焼津港は遠洋漁業の基地となっている都道府県はどこですか？答えは静岡県です。第30問、リンゴなどの果物の栽培が盛んで諏訪湖付近では精密機械工業が発達した都道府県はどこですか？答えは長野県です。第31問、神通川流域でカドミウムが原因で痛い痛い病が発生した都道府県はどこですか？答えは富山県です。第32問、房総半島の東部に九十九里浜があり落花生の生産が盛んな都道府県はどこですか？答えは千葉県です。第33問、
徳川家康を祀っている日光東照宮があり、いちごの生産が全国有数である都道府県はどこですか？答えは栃木県です。第34問、八郎潟干拓地では稲作が盛んで世界自然遺産の白神山地がある都道府県はどこですか？答えは秋田県です。第35問、若狭湾沿岸は原発銀座と呼ばれ、原子力発電所がたくさん建設されている都道府県はどこですか？答えは福井県です。世界の国々。第1問、イギリスのロンドンを通る0度の経線を何と言いますか？答えは本初子午線です。第2問、0度の緯線を何と言いますか？答えは赤道です。第3問、日本の標準時子午線が通る都市は何県の何市ですか？答えは兵庫県明石市です。第4問、中心からの距離と方位が正しい地図を何と言いますか？答えは正距方位図法です。第5問、世界一長い川を何と言いますか？答えはナイル川です。第6問、世界一広い砂漠を何と言いますか？答えはサハラ砂漠です。第7問、世界の宗教の中で主に北アフリカや西アジアで信仰されている宗教は何ですか？答えはイスラム教です。第8問、二酸化炭素など地球の温度上昇の原因となる物質を何と言いますか？答えは温室効果ガスです。第9問、オゾン層を破壊する原因となるガスを何と言いますか？答えはフロンガスです。第10問、自動車の排気ガスや工場の煙に含まれる物質が混ざった雨を何と言いますか？答えは酸性雨です。第11問、1992年にブラジルのリオデジャネイロで開かれた会議を何と言いますか？答えは国際環境開発会議または地球サミットです。第12問、1997年に地球温暖化防止会議が開かれた都市はどこですか？答えは京都市です。第13問、水鳥の生息地として国際的に重要な湿地を守るための条約を何と言いますか？答えはラムサール条約です。第14問、ラムサール条約に登録されている愛知県の干潟を何と言いますか？答えは富士前干潟です。第15問、開発や都市化から自然を守るために基金を市民から集め土地を買い上げる運動を何と言いますか？答えはナショナルトラストまたはナショナルトラスト運動です。第16問、 3R の中で一度使ったものを原料に戻し新しい製品に作り変えることを何と言いますか？答えはリサイクルです。第17問、 3R の中で無駄を減らしてゴミを減量することを何と言いますか？
答えはリデュースです。第18問、面積が世界で2番目に広い国はどこですか？答えはカナダです。第19問、世界の国の中で最も面積の小さい国はどこですか？答えはバチカン市国です。第20問、中国で人口の増加を抑えるためにかつて行われていた政策を何と言いますか？答えは一人っ子政策です。第21問、韓国で使われている文字を何と言いますか？答えはハングル文字です。第22問、米の輸出が世界有数である東南アジアの国はどこですか？答えはタイです。第23問、インドの大半の人々に信仰されている宗教は何教ですか？答えはヒンドゥー教です。第24問、自動車生産がヨーロッパ有数でかつて東西に分かれていた国はどこですか？答えはドイツです。第25問、ヨーロッパ有数の農業国で首都のパリは芸術の都としても有名な国はどこですか？答えはフランスです。第26問、ロシアと日本との間で領土問題となっている北方領土のうち最大の島を何と言いますか？答えはメトロフ島です。第27問、国際連合の本部がある都市はどこですか？答えはニューヨークです。第28問、流域面積が世界最大のアマゾン川が流れ日本からの移民の子孫が多い国はどこですか？答えはブラジルです。第29問、日本の真南にあり羊毛の生産が多く石炭や鉄鉱石などの資源が豊富な国はどこですか？答えはオーストラリアです。第30問、かつて南アフリカ共和国で行われていた人種隔離政策を何と言いますか？答えはアパルトヘイトです。日本の資源、貿易、交通、通信。第1問、1960年代に石炭に代わって石油がエネルギーの中心となったことを何と言いますか？答えはエネルギー革命です。第2問、オーストラリアなどから輸入している鉄の原料となる地下資源を何と言いますか？答えは鉄鉱石です。第3問、1973年に第4次中東戦争の影響で石油の値段が上がったことを何と言いますか？答えは石油危機または石油ショックです。第4問、水の使用量の中で一番多く使用されている用水は何ですか？答えは農業用水です。第5問、長野県にある天然の三大美林を何と言いますか？答えは木曽ヒノキです。第6問、奈良県にある人工の三大美林を何と言いますか？答えは吉野杉です。第7問、節のない上質な木材を作るために
不要な枝を切り落とす作業を何と言いますか？答えは枝打ちです。第8問。日本の発電の中で一番多く電気が作られているのは何発電ですか？答えは火力発電です。第9問。水素と酸素を結びつけてエネルギーを取り出す電池を何と言いますか？答えは燃料電池です。第10問。トウモロコシなどの植物から作られる燃料を何と言いますか？答えはバイオ燃料です。第11問。貿易において輸入額が輸出額を上回っている状況を何と言いますか？答えは貿易赤字です。第12問。日本の工場の海外進出により国内の産業が振るわなくなることを何と言いますか？答えは産業の空洞化です。第13問。日本が衣類や玩具などを輸入している最大の貿易相手国はどこですか？答えは中国です。第14問。名古屋港や横浜港から多く輸出されているものは何ですか？答えは自動車です。第15問。日本が原油を最も多く輸入している国はどこですか？答えはサウジアラビアです。第16問。日本が大豆、小麦、航空機などを輸入している国はどこですか？答えはアメリカです。第17問。日本が鉄鉱石と石炭を最も多く輸入している国はどこですか？答えはオーストラリアです。第18問。日本有数の貿易額を誇り集積回路の輸出入が多い千葉県にある空港を何と言いますか？答えは成田国際空港です。第19問。大気汚染を防ぐために途中で船や鉄道に積み替えて運ぶことを何と言いますか？答えはモーダルシフトです。第20問。電気とガソリンも両方で走る環境に優しい車を何と言いますか？答えはハイブリッドカーです。第21問。青森県と北海道を結ぶ海底トンネルを何と言いますか？答えは青函トンネルです。第22問。神奈川県川崎市と千葉県木更津市を結ぶ海底トンネルと橋を合わせて何と言いますか？答えは東京湾アクアラインです。第23問。本州四国連絡橋のうち岡山県と香川県を結ぶ橋を何と言いますか？答えは瀬戸大橋です。第24問。東京都から長野県岡谷市を通り愛知県小牧市に至る自動車道を何と言いますか？答えは中央自動車道です。第25問。東京都を起点とする北陸新幹線の終点の駅名を何と言いますか？答えは金沢駅です。第26問。東京と新潟を結ぶ新幹線を何と言いますか？答えは上越新幹線です。
第27問、日本に近代的な郵便制度を取り入れた人物は誰ですか？答えは前島密です。第28問、情報を同時に多くの人々に伝えることができる媒体を何と言いますか？答えはマスメディアです。第29問、事実と違う報道や大げさな報道によって不利益を受けることを何と言いますか？答えは報道被害です。第30問、情報の内容を自分自身で判断し真実を見極める力を何と言いますか？答えはメディアリテラシーです。政治史、法制史、その1。第1問、3世紀に卑弥呼が治めていた国を何と言いますか？答えは邪馬台国です。第2問、埼玉県の稲荷山古墳と熊本県の江田船山古墳から出土した鉄剣に名前が書かれた大きみを何と言いますか？答えは若竹大きみです。第3問、聖徳太子が604年に定めた役人の心構えを何と言いますか？答えは17条の憲法です。第4問、中富の鎌足りと大化の改新を行い後に天智天皇となった人物を何と言いますか？答えは中大兄皇子です。第5問、天智天皇の跡継ぎをめぐって672年に起こった争いを何と言いますか？答えは人心の乱です。第6問、唐の律令をモデルに701年に定められたものを何と言いますか？答えは大法律令です。第7問、743年に聖武天皇によって出された土地の私有を認める法を何と言いますか？答えは墾田永年私財法です。第8問、794年に平安京に都を移した天皇を何と言いますか？答えは桓武天皇です。第9問、藤原氏が行った娘を天皇の妃として権力を握る政治を何と言いますか？答えは摂関政治です。第10問、白河上皇が始めた上皇による政治を何と言いますか？答えは院政です。第11問、武士として初めて太政大臣になり日宋貿易を行った人物を何と言いますか？答えは平清盛です。第12問、1185年に現在の山口県で起こった平氏が滅びた戦いを何と言いますか？答えは壇の浦の戦いです。第13問、北条氏による政治を何と言いますか？答えは執権政治です。第14問、1221年に承久の乱を起こした人物を何と言いますか？答えは後鳥羽上皇です。第15問、1232年に北条泰時が定めた武士による最初の法律を何と言いますか？答えは御成敗式目です。
第16問、元寇の際の鎌倉幕府の執権を何と言いますか。答えは北条時宗です。第17問、鎌倉幕府を滅ぼした後醍醐天皇が行った政治を何と言いますか。答えは建武の新政です。第18問、南北朝を統一し勘合貿易を行った室町幕府の三大将軍を何と言いますか。答えは足利義満です。第19問、足利義政の後継ぎをめぐって1467年に起こった争いを何と言いますか。答えは応仁の乱です。第20問、戦国大名が領地を治めるために定めた法を何と言いますか。答えは分国法です。第21問、織田信長が鉄砲を用いて武田氏を破った1575年の戦いを何と言いますか。答えは長篠の戦いです。第22問、織田信長が商業を盛んにするために領内の城下町で行った政策を何と言いますか。答えは楽市楽座です。第23問、1590年に天下を統一し刀狩りや太閤検地を行った人物を何と言いますか。答えは豊臣秀吉です。第24問、徳川家康が石田三成を破った1600年の戦いを何と言いますか。答えは関ヶ原の戦いです。第25問、江戸幕府が大名を統制するために定めた法を何と言いますか。答えは武家諸法度です。第26問、生まれながらの将軍と呼ばれ武家諸法度に参勤交代を加えた将軍を何と言いますか。答えは徳川家光です。第27問、生類憐れみの令を定め貨幣の質を落とした幕府の将軍を何と言いますか。答えは徳川綱吉です。第28問、徳川吉宗が公正な裁判を行うために定めた法を何と言いますか。答えは九字型お定め書きです。第29問、株仲間を認めるなどして財政の立て直しを図った老中を何と言いますか。答えは田沼意次です。第30問、老中の松平定信が行った改革を何と言いますか。答えは官制の改革です。第31問、1837年に大阪で反乱を起こした幕府の元役人を何と言いますか。答えは大塩平八郎です。第32問、大塩平八郎の後に天保の改革を行った幕府の老中を何と言いますか。答えは水野忠邦です。第33問、朝廷の許可を得ないまま日米州交通商条約を結び安政の大獄で反対派を取り締まったが桜田門外の変で暗殺された幕府の大老を何と言いますか。答えは井伊直弼です。第34問、1867年に
徳川慶喜が行った政権を天皇に返すことを何と言いますか？答えは大政奉還です。第35問。大政奉還の後、旧幕府の一部と新政府軍の間で起こった戦いを何と言いますか？答えは戊辰戦争です。政治史、法制史、その2。第1問。1868年に政府が出した政治の基本方針を何と言いますか？答えは五箇条の御誓文です。第2問。1869年に行われた大名から土地と人民を天皇に返させることを何と言いますか？答えは版籍奉還です。第3問。1873年に行われた地価の 3% を現金で納めさせることを何と言いますか？答えは地租改正です。第4問。1873年に定められた20歳以上の男子に兵役の義務を課す法律を何と言いますか？答えは徴兵令です。第5問。1877年に西郷隆盛を中心に鹿児島の士族が起こした反乱を何と言いますか？答えは西南戦争です。第6問。1882年に大隈重信が結成した政党を何と言いますか？答えは立憲改進党です。第7問。1885年に初代の内閣総理大臣となった人物を何と言いますか？答えは伊藤博文です。第8問。1889年にドイツの憲法をモデルに発布された憲法を何と言いますか？答えは大日本帝国憲法です。第9問。1890年に第1回帝国議会が開かれた際の選挙権が与えられたのはどのような人々ですか？答えは直接国税15円以上を納める満25歳以上の男子です。第10問。1894年に朝鮮の交互農民戦争をきっかけに起こった日本と中国との戦争を何と言いますか？答えは日清戦争です。第11問。日露戦争の際に日本海戦でロシアの戦艦を破った人物を何と言いますか？答えは東郷平八郎です。第12問。日露戦争の講和条約を何と言いますか？答えはポーツマス条約です。第13問。1910年に日本が朝鮮を植民地にしたことを何と言いますか？答えは韓国併合です。第14問。1915年に日本が中国での権利を強めるために出したものを何と言いますか？答えは21箇条の要求です。第15問。1918年に米の値段の上昇のため富山県から起こった運動を何と言いますか？答えは米騒動です。第16問。米騒動の後に首相として本格的な政党内閣を組織した人物を何と言いますか？
答えは原敬です。第17問、民本主義を唱え大正デモクラシーの中心となった人物を何と言いますか。答えは吉野作造です。第18問、1919年に結ばれた第一次世界大戦の講和条約を何と言いますか。答えはベルサイユ条約です。第19問、ベルサイユ条約に反対して朝鮮戦争で起こった反日運動を何と言いますか。答えは三一独立運動です。第20問、1920年に結成された国際連盟で事務局次長を務めた日本人を何と言いますか。答えは新渡戸稲造です。第21問、1925年の普通選挙法により選挙権が与えられたのはどのような人々ですか。答えは満25歳以上のすべての男子です。第22問、1925年に定められた社会主義を取り締まるための法律を何と言いますか。答えは治安維持法です。第23問、1929年にアメリカから始まった景気の急激な落ち込みを何と言いますか。答えは世界恐慌です。第24問、南満州鉄道の爆破をきっかけに日本軍が中国東北部を占領したことを何と言いますか。答えは満州事変です。第25問、1932年に5・15事件で暗殺された首相を何と言いますか。答えは犬飼剛です。第26問、1936年に陸軍の一部が東京の中心部を占領した事件を何と言いますか。答えは226事件です。第27問、1937年に北京郊外での衝突から始まった戦争を何と言いますか。答えは日中戦争です。第28問、国民の資源を戦争目的に動員させる法律を何と言いますか。答えは国家総動員法です。第29問、1941年に日本が真珠湾を攻撃したことから始まった戦争を何と言いますか。答えは太平洋戦争です。第30問、日本が8月15日に受諾した日本の無条件降伏を求めた文書を何と言いますか。答えはポツダム宣言です。第31問、日本の民主化に進めた連合国軍総司令部の最高司令官を何と言いますか。答えはマッカーサーです。第32問、1947年に定められた民主的な教育を行うための法律を何と言いますか。答えは教育基本法です。第33問、1950年に始まった北朝鮮と韓国との間の戦争を何と言いますか。答えは朝鮮戦争です。第34問、1951年に48カ国と結ばれた日本の独立を認めた条約を何と言いますか。
答えはサンフランシスコ平和条約です。第35問。サンフランシスコ平和条約を日本の全権として結んだ日本の首相を何と言いますか。答えは吉田茂です。生活史経済史。第1問。縄文時代の人々の住居を何と言いますか。答えは縦穴住居です。第2問。縄文時代に貝殻や動物の骨が捨てられたゴミ捨て場を何と言いますか。答えは貝塚です。第3問。稲の穂先を刈り取るために使われた石器を何と言いますか。答えは石包丁です。第4問。刈り取った稲を保存した倉庫を何と言いますか。答えは高床倉庫です。第5問。登り窯による新しい製法で作られた薄くて丈夫な土器を何と言いますか。答えは素器です。第6問。6歳以上の男女に区分田を貸し与える制度を何と言いますか。答えは安田収受の法です。第7問。奈良時代の税の仕組みで収穫した稲の 3% を納める税を何と言いますか。答えは基礎です。第8問。奈良時代の税の仕組みで地方の特産物を納める税を何と言いますか。答えは徴です。第9問。各地から運ばれた産物を管理するために用いられた木製の荷札を何と言いますか。答えは木簡です。第10問。九州北部に3年間派遣された兵役を何と言いますか。答えは先森です。第11問。緊急問答歌の作者は誰ですか。答えは山の上の大倉です。第12問。鎌倉時代に始まった米の裏作に麦を作ることを何と言いますか。答えは二毛作です。第13問。寄り合いを開き村の掟を定めた自治組織を何と言いますか。答えはそうです。第14問。1428年に近江の馬借が中心となって起こした一揆を何と言いますか。答えは省庁の土一揆です。第15問。1485年に現在の京都府南部で土着の武士が中心となって起こした一揆を何と言いますか。答えは山城の国一揆です。第16問。1488年に現在の石川県で浄土真宗の信者が中心となって起こした一揆を何と言いますか。答えは加賀の一向一揆です。第17問。豊臣秀吉の政策により武士と農民の区別がはっきりしたことを何と言いますか。答えは兵農分離です。第18問。農民に年貢や犯罪の連帯責任を取らせるために定められた江戸時代の制度を何と言いますか。答えは5人組です。第19問。江戸時代に改良され
脱穀をするために用いた農具を何と言いますか。答えは千箱機です。第20問。戦後に GHQ の指示で政府が行った自作農を増やす政策を何と言いますか。答えは農地開拓です。第21問。大規模な集落の跡が見つかった青森県にある縄文時代の遺跡を何と言いますか。答えは三内丸山遺跡です。第22問。物見櫓や堀の跡が見つかった佐賀県にある弥生時代の遺跡を何と言いますか。答えは吉野ヶ里遺跡です。第23問。天武天皇の時代に作られた日本最古の貨幣を何と言いますか。答えは不本線です。第24問。708年に元明天皇の頃に作られた貨幣を何と言いますか。答えは和道開珎です。第25問。室町時代に商工業者が営業を独占するために結成した農業者組合を何と言いますか。答えは座です。第26問。天下の台所と呼ばれた大阪に建てられた各藩の年貢米を保管した場所を何と言いますか。答えは蔵屋敷です。第27問。鹿沼意次が積極的に公認し税を取り立てた商人の同業者組合を何と言いますか。答えはガブ仲間です。第28問。明治時代に西洋の文化を取り入れ生活様式が大きく変わったことを何と言いますか。答えは文明開化です。第29問。明治政府が群馬県に作った官営工場を何と言いますか。答えは富岡製糸場です。第30問。日清戦争の賠償金をもとに政府が北九州に作った官営工場を何と言いますか。答えは八幡製鉄所です。第31問。足尾銅山鉱毒事件の解決に力を尽くした栃木県選出の衆議院議員は誰ですか。答えは田中正造です。第32問。新婦人協会の設立に大きな役割を果たした愛知県出身の人物は誰ですか。答えは市川房江です。第33問。1922年に結成され差別をなくすことを目指した団体を何と言いますか。答えは全国水平社です。第34問。太平洋戦争中に大都市の小学生が地方に避難したことを何と言いますか。答えは集団疎開または学童疎開です。第35問。1950年代後半から日本で急激に経済が発展したことを何と言いますか。答えは高度経済成長です。文化史宗教史。第1問。縄文時代に魔除けやまじないなどに用いられた土星の人形を何と言いますか。答えは土偶です。第2問。弥生時代に稲のほくびを刈り取るために使われた道具を何と言いますか。
答えは石包丁です。第3問、古墳から出土する人や馬の形をした土器を何と言いますか。答えは埴輪です。第4問、日本の前方後円墳の中で最大のものは何という古墳ですか。答えは大仙古墳です。第5問、仏教は朝鮮半島の何という国から伝えられましたか。答えは百済です。第6問、聖徳太子が建てたとされ世界遺産にも登録されている寺院を何と言いますか。答えは法隆寺です。第7問、聖武天皇の遺品が数多く収められている建物を何と言いますか。答えは正倉院です。第8問、鑑真が奈良に建てた寺院を何と言いますか。答えは東照大寺です。第9問、奈良時代に布教と社会事業のために全国を歩き大仏作りに協力した僧は誰ですか。答えは行基です。第10問、712年に完成した歴史書を何と言いますか。答えは古事記です。第11問、日本で最初に作られた和歌集を何と言いますか。答えは万葉集です。第12問、最澄によって開かれた宗派を何と言いますか。答えは天台宗です。第13問、空海によって開かれた宗派を何と言いますか。答えは真言宗です。第14問、平安時代の貴族の住宅の作りを何と言いますか。答えは神殿作りです。第15問、紫式部によって書かれた長編物語を何と言いますか。答えは源氏物語です。第16問、法然によって開かれた宗派を何と言いますか。答えは浄土宗です。第17問、親鸞によって開かれた宗派を何と言いますか。答えは浄土真宗または一向宗です。第18問、臨済宗を開いたのは誰ですか。答えは永斎です。第19問、曹洞宗を開いたのは誰ですか。答えは道元です。第20問、能楽を大成した親子は誰と誰ですか。答えは観阿弥と世阿弥です。第21問、銀閣寺に見られる日本住宅の元になった造りを何と言いますか。答えは書院造りです。第22問、水墨画を大成した画僧は誰ですか。答えは雪舟です。第23問、室町時代に流行した浦島太郎などの絵付きの物語を何と言いますか。答えはおとぎ草子です。第24問、キリスト教は誰によって伝えられましたか。
答えはフランシスコ・ザビエルです。第25問、豊臣秀吉に取り立てられ茶道を大成した堺の商人は誰ですか。答えは千利休です。第26問、1637年に九州でキリシタンが中心となり起こした一揆を何と言いますか。答えは島原天草一揆です。第27問、曽根崎心中などの人形浄瑠璃や歌舞伎の脚本を書いたのは誰ですか。答えは近松門左衛門です。第28問、俳諧を芸術まで高め奥の細道を書いたのは誰ですか。答えは松尾芭蕉です。第29問、古事記伝を書いて国学を大成したのは誰ですか。答えは本居宣長です。第30問、オランダの解剖書を解体新書として翻訳したのは誰と誰ですか。答えは杉田玄白と前野良沢です。第31問、実測により正確な日本地図を作ったのは誰ですか。答えは伊能忠敬です。第32問、江戸時代に町人の子が読み書きそろばんを学んだ場所はどこですか。答えは寺子屋です。第33問、東海道五十三次を描いたのは誰ですか。答えは歌川広重です。第34問、学問のすすめを書いたのは誰ですか。答えは福沢諭吉です。第35問、坊ちゃん心を代表作とする作家は誰ですか。答えは夏目漱石です。外交史。第1問、魏志倭人伝に記されている邪馬台国の女王は誰ですか。答えは卑弥呼です。第2問、大和時代に日本に移り住み大陸の進んだ技術を伝えた人々を何と言いますか。答えは渡来人です。第3問、聖徳太子が遣隋使として隋に派遣した人物は誰ですか。答えは小野妹子です。第4問、663年に日本が百済を助けるために唐新羅と戦った戦いを何と言いますか。答えは白村江の戦いです。第5問、遣唐使として唐に渡り唐の皇帝に仕え一生を終えた人物で天の原降り裂け見れば春日なる三笠の山に井出静きかもという歌で知られる人物は誰ですか。答えは阿部の中麻呂です。第6問、894年に遣唐使の停止を提案したのは誰ですか。答えは菅原道真です。第7問、日宋貿易を行った人物は誰ですか。答えは平清盛です。第8問、元寇の時の元の皇帝は誰ですか。答えはフビライハンです。第9問、室町時代を中心に日本海で主に活動した海賊を何と言いますか。
答えは和光です。第10問、和光を特別するために用いられた相札を何と言いますか。答えは元号または元号符です。第11問、1543年に鉄砲が伝来した島はどこですか。答えは種子島です。第12問、1592年から始まった朝鮮出兵を何の駅と言いますか。答えは文禄の駅です。第13問、江戸時代に朝鮮から将軍が変わるたびに来日した施設を何と言いますか。答えは通信使または朝鮮通信使です。第14問、江戸時代にアイヌを率いて松前藩と戦ったアイヌの首長は誰ですか。答えは釈迦印です。第15問、1825年に鎖国を守るために出された決まりを何と言いますか。答えは異国船打ち払い令です。第16問、1853年にペリーが来航したのはどこですか。答えは浦賀です。第17問、1854年にアメリカと結んだ条約を何と言いますか。答えは日米和親条約です。第18問、日米和親条約で開いた2つの港はどことどこですか。答えは下田と函館です。第19問、1858年にアメリカと結んだ条約を何と言いますか。答えは日米修好通商条約です。第20問、1871年に不平等条約改正のため欧米へ派遣された使節団の代表は誰ですか。答えは岩倉智美です。第21問、1894年に治外法権の撤廃に成功したのは誰ですか。答えは陸奥宗光です。第22問、日清戦争のきっかけとなった朝鮮戦争の内乱を何と言いますか。答えは江戸農民戦争または東学党の乱です。第23問、三国干渉によって返還をした半島はどこですか。答えは辽東半島です。第24問、1902年に日本が同盟を結んだ国はどこですか。答えはイギリスです。第25問、1886年に紀伊半島沖で沈没したイギリスの船を何と言いますか。答えはノルマントン号です。第26問、1911年に関税自主権の回復に成功したのは誰ですか。答えは小村寿太郎です。第27問、1918年に日本がロシアの東部に出兵したことを何と言いますか。答えはシベリア出兵です。第28問、第一次世界大戦の講和条約を何と言いますか。答えはベルサイユ条約です。第29問、1937年に
北京郊外で起こった軍事衝突をきっかけに始まった戦争を何と言いますか？答えは日中戦争です。第30問。1941年に日本が同盟を結んだ国はドイツとどこですか？答えはイタリアです。第31問。1945年の戦争終結に際し日本が受け入れた宣言を何と言いますか？答えはポツダム宣言です。第32問。1951年に日本が独立を回復した条約を何と言いますか？答えはサンフランシスコ平和条約です。第33問。1951年に日本がアメリカと結んだ米軍の日本駐留を認めた条約を何と言いますか？答えは日米安全保障条約です。第34問。1965年に日本と韓国が結んだ条約を何と言いますか？答えは日韓基本条約です。第35問。1972年に田中角栄首相が調印し中国との国交回復のきっかけとなった文書を何と言いますか？答えは日中共同声明です。日本の政治その1。第1問。日本国憲法が公布された年月日はいつですか？答えは1946年の11月3日です。第2問。日本国憲法が施行された年月日はいつですか？答えは1947年の5月3日です。第3問。日本国憲法の三大原則は何ですか？答えは国民主権、基本的人権の尊重、平和主義です。第4問。国民の三大義務は何ですか？答えは勤労、納税、教育です。第5問。日本国憲法での天皇の地位は何ですか？答えは象徴です。第6問。天皇の仕事を何と言いますか？答えは国事行為です。第7問。天皇の仕事を行うには内閣の何が必要ですか？答えは助言と承認です。第8問。基本的人権に規定されている社会全体の利益のことを何と言いますか？答えは公共の福祉です。第9問。労働について男女間の差別をなくすために作られた法律を何と言いますか？答えは男女雇用機会均等法です。第10問。男女が互いに尊重し合い性別に関わりなく能力を十分に発揮できる社会づくりを目指すための法律を何と言いますか？答えは男女共同参画社会基本法です。第11問。社会権のうち健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を何と言いますか？答えは生存権です。第12問。日照権など人間らしい生活環境を求める権利を何と言いますか？答えは
環境権です。第13問、政府や地方公共団体に情報の公開を求める権利を何と言いますか。答えは知る権利です。第14問、個人の情報をみだりに公開されない権利を何と言いますか。答えはプライバシーの権利です。第15問、平和主義に関する事柄は日本国憲法の前文と第何条に定められていますか。答えは第9条です。第16問、1950年に朝鮮戦争をきっかけに作られた組織を何と言いますか。答えは警察予備隊です。第17問、核兵器について定められている持たず、作らず、持ち込ませずという原則を何と言いますか。答えは非拡散原則です。第18問、非拡散原則を発表した内閣総理大臣は誰ですか。答えは佐藤栄作です。第19問、1992年に自衛隊の海外派遣を認めた法律を何と言いますか。答えは国連平和維持活動協力法または PKO 協力法です。第20問、日本国憲法改正の発議を行うには各議員の総議員のどれだけの賛成が必要ですか。答えは3分の2以上です。第21問、憲法改正の際に国会が改正の発議をした後に国民の意見を聞くことを何と言いますか。答えは国民投票です。第22問、日本の選挙の4原則は何ですか。答えは普通選挙、平等選挙、秘密選挙、直接選挙です。第23問、選挙の方法について定めた法律を何と言いますか。答えは公職選挙法です。第24問、衆議院議員選挙の選挙制度を何と言いますか。答えは小選挙区比例代表並立制です。第25問、日本国憲法では国会は国権の何であると定められていますか。答えは最高機関です。第26問、衆議院の議員定数は何ですか。答えは465人です。第27問、衆議院の任期は何年ですか。答えは4年です。第28問、衆議院の被選挙権は何歳以上ですか。答えは25歳以上です。第29問、国会の中で毎年1月に必ず開かれる国会を何と言いますか。答えは通常国会または常会です。第30問、国会の中で衆議院議員総選挙の日から30日以内に開かれ内閣総理大臣の指名が行われる国会を何と言いますか。答えは特別国会または特別会です。第31問、予算などを決める際に専門家などの意見を聞くために開かれる会を何と言いますか。答えは
公聴会です。第32問、衆議院と参議院とで異なる議決をした際に意見を調整するために開かれる会を何と言いますか。答えは両院協議会です。第33問、衆議院は参議院よりも強い権限を与えられているが、これを何と言いますか。答えは衆議院の優越です。日本の政治その2。第1問、内閣が国会に対して連帯して責任を負う仕組みを何と言いますか。答えは議員内閣制です。第2問、内閣の会議を何と言いますか。答えは閣議です。第3問、内閣の出す命令を何と言いますか。答えは政令です。第4問、国を守る仕事をする省を何と言いますか。答えは防衛省です。第5問、土地の利用や開発、交通、気象に関する仕事をする省を何と言いますか。答えは国土交通省です。第6問、公務員は全体の何であると定められていますか。答えは全体の奉仕者です。第7問、内閣は衆議院で内閣の不信任案が可決されたとき、同会内に衆議院を解散するか何をしなければいけませんか。答えは総辞職です。第8問、衆議院議員総選挙の際に最高裁判所の裁判官を辞めさせるかどうかを国民の投票によって判断することを何と言いますか。答えは国民審査です。第9問、国会が不正などをした裁判官を辞めさせるかどうかを判断する裁判を何と言いますか。答えは弾劾裁判です。第10問、国民の間の争い事を法に沿って裁判することを何と言いますか。答えは民事裁判です。第11問、違憲審査の最終判断を行うことから最高裁判所は何と呼ばれていますか。答えは憲法の番人です。第12問、裁判員制度は何という裁判所で行われますか。また裁判員は何という裁判に参加しますか。答えは地方裁判所刑事裁判です。第13問、裁判を3回行うことができる仕組みを何と言いますか。答えは三審制です。第14問、1回目の裁判が不服で2回目の裁判を求めることを何と言いますか。答えは控訴です。第15問、2回目の裁判が不服で3回目の裁判を求めることを何と言いますか。答えは上告です。第16問、三権分立を主張した人物は誰ですか。答えはモンテスキューです。第17問、地方議会が定めるその地方公共団体でしか通用しない決まりを何と言いますか。答えは条例です。第18問、
都道府県知事の被選挙権は何歳以上ですか？答えは30歳です。第19問。特定施設の建設や市町村合併などその地域にとって重要だと思われる問題に関して住民に直接意見を問うことを何と言いますか？答えは住民投票です。第20問。地方公共団体間の財政格差をなくすために国から配分されるお金を何と言いますか？答えは地方交付税交付金です。第21問。道路整備など特定の費用の一部について国から支払われるお金を何と言いますか？答えは国庫支出金です。第22問。市長や議員の解職請求をするときは有権者のどれだけの署名が必要ですか？答えは3分の1以上です。第23問。1989年から導入された商品やサービスの消費に対してかかる税を何と言いますか？答えは消費税です。第24問。所得税などに適用される収入が多い人ほど税率が高くなる制度を何と言いますか？答えは累進課税です。第25問。国の借金を何と言いますか？答えは国債です。第26問。国の歳出の中で最も支出が多いのは何ですか？答えは社会保障関係費です。第27問。社会保障関係費の中で生活が苦しい人に対して国が生活費などを支援する仕組みを何と言いますか？答えは公的扶助または生活保護です。第28問。社会保障関係費の中で国民からお金を集め病気になったり高齢になったりした時に給付を受ける仕組みを何と言いますか？答えは社会保険です。第29問。社会保障関係費の中で病気の予防や環境などを整える仕組みを何と言いますか？答えは公衆衛生です。第30問。社会保障関係費の中で身体障害者や高齢者の援助などを行う仕組みを何と言いますか？答えは社会福祉です。国際連合、国際紛争。第1問。国際連盟の設立を提案した人物は誰ですか？答えはウィルソンです。第2問。国際連盟の本部が置かれた都市はどこですか？答えはジュネーブです。第3問。国際連盟の事務局次長として活躍した日本人は誰ですか？答えは新渡戸稲造です。第4問。国際連合の本部はどの都市に置かれていますか？答えはニューヨークです。第5問。日本が国際連合に加盟するきっかけとなった1956年に出された宣言を何と言いますか？答えは日ソ共同宣言です。第6問。国際連合の安全保障理事会の常任理事国はどこですか？答えは
アメリカ、中国、イギリス、フランス、ロシアです。第7問。国際連合の安全保障理事会の常任理事国が持っている1カ国でも反対すると理事を否決することができる権利を何と言いますか？答えは拒否権です。第8問。オランダのハーグにある国際法上の問題についての紛争を解決する機関を何と言いますか？答えは国際司法裁判所です。第9問。教育の普及や文化財の保護などの仕事をする国際連合の機関を何と言いますか？答えは国連教育科学文化機関、またはユネスコです。第10問。伝染病の予防など世界の人々の健康を守る仕事をする国際連合の機関を何と言いますか？答えは世界保健機構、または WHO です。第11問。核兵器の開発などを監視するため疑惑のある国に対して査察を行う国際連合の機関を何と言いますか？答えは国際原子力機関、または IAEA です。第12問。1948年に国連総会で採決された人権を尊重するための宣言を何と言いますか？答えは世界人権宣言です。第13問。紛争地域の安全のため停戦の監視や選挙の実施などの復興支援を行うことを何と言いますか？答えは平和維持活動、または BKO です。第14問。貧しい国々に対して政府が行う援助を何と言いますか？答えは政府開発援助、または ODA です。第15問。 ODA の活動のうち発展途上国の開発援助のために日本から派遣される団体を何と言いますか？答えは青年海外協力隊です。第16問。国際赤十字や国境なき医師団など政府から独立して活動する民間の団体を何と言いますか？答えは非政府組織、または NGO です。第17問。経済や外交を中心にヨーロッパの統合を目指し1993年に発足したヨーロッパ連合の略称は何ですか？答えは EU です。第18問。 EU で用いられている共通通貨を何と言いますか？答えはユーロです。第19問。東南アジアの10カ国が加盟している東南アジア諸国連合の略称は何ですか？答えは ASEAN です。第20問。日本やアメリカなど太平洋の周りの国々が経済協力を目指して結成したアジア太平洋経済協力会議の略称は何ですか？答えは APEC です。第21問。社会主義を掲げる反政府軍北ベトナムをソ連が支援し、アメリカが支援する政府軍南ベトナムとの間で激化した戦争を何と言いますか？答えはベトナム戦争です。第22問。現在のイスラエルの地をめぐるユダヤ人とアラブ人の戦争を何と言いますか？答えは中東戦争です。第23問。
中東戦争をきっかけに1973年に起こった石油価格の急激な値上がりを何と言いますか。答えは石油危機または石油ショックです。第24問。1962年に社会主義の革命が起こり、ある国をめぐって米ソの緊張が高まりました。ある国はどこですか。答えはキューバです。第25問。クウェートに侵攻したイラクに対し、アメリカを中心とする多国籍軍がイラクを攻撃した戦争を何と言いますか。答えは湾岸戦争です。第26問。先進国と発展途上国との間の経済格差の問題を何と言いますか。答えは南北問題です。第27問。発展途上国間の経済格差の問題を何と言いますか。答えは南南問題です。第28問。地球温暖化による海面の上昇で国全体が海に沈む恐れがあると言われている南太平洋にある標高が平均 1.5 メートルしかない島国を何と言いますか。答えはツバルです。第29問。未来にわたってより多くの人々が豊かな生活を送るために、将来の世代の幸福と現在の世代の幸福との両立を目指す社会を何と言いますか。答えは循環型社会です。第30問。交通機関や通信技術の発達により地球規模で情報などのやり取りが行われることを何と言いますか。答えはグローバル化です。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後も動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。